はいどうもタガボンです。ファーミングシミュレーター19、続きを遊んでいきたいと思います。このね、ミニオンのミニオンですかねこちらの、このウェイトね、思わず買っちゃいました。一応ね、置物として買って、こんな感じでね、母屋の前にね置いてあります。前回から今回の間でですね、いろいろね、ちょっとね、敷地の整備をいたしました。なのでちょっとね、様変わりしている部分が、あるのかななんて思うんですが、ですね、まずここですね、これ、この車庫ちょっとずれてんだけど、まあこっち側のね、この横にもう一個ね、建てました。それとあとはこれかな、このバンカーサイロの横にね、こんな感じで、屋根をね、つけてみました。あと何やったっけ？あと何建てたかな？あ、そう。肥料とね、石灰を、撒いた後にね、入れとく場所というか、同じものをね、使って、肥料とね、石灰を撒いてるんで、このね、こいつ？トレーラータイプの補給用のね、補給っていうのが補充用のタンクになる、タンクというかダンプになるんだけど、補充用のダンプなんですが、こちらをね、肥料でも石灰でも使ってるんで、そのね、移す、変えるときに、入れ替えるときに、一応肥料とね、石灰を出すために、ライムですね、石灰じゃなくてライムか。ライムをね、一度出すために、このね、タンクを作りました。なので、こっちが肥料、まだここに横に出してあるんだけど、これが肥料で、こっち側にライムがあります。ライムタンクがね。これはまあ入れとく作用ですね。あとね、自分の敷地ここなんですけど、農場ここなんだけど、自分の農場の周りの何箇所かをね、あ、これか、芝。芝だね。確かね、これ全部芝にしました。なんか一部大豆を漁ってるな。なんでだろう。まあいいや。こことこことここを芝にしました。24、31、34ですね。これは28と29の畑を一度手放して、それを資金にですね、購入いたしました。うん、でね、芝に植え替えて売り戻した感じ。なので、まあ、そのうちね、アルバイトで芝の刈り取りのアルバイトが来るのかなと思います。お、21番来てますね。これいいな。後でやりましょう。で、本日ね、何をするかと言いますと、牛舎をね、ちょっとね、建て替えようかなと考えてます。やはりね、200頭牛舎だとね、小さいので、こちらのね、外部モッドの、600頭の牛舎をね、建てていきたいなと考えております。そしたら早速ね、やっていきますか。そうそう、思い出した。ここの、こいつ。これね、この中に、まあ、向こうのやつは、まずこっちね、こっち。こっちは、普通にのぞみにしているんですが、これアルファルファの、サイレージなの。サイレージアルファルファになってますね。サイレージアルファルファになってますよね。で、こっちなんだけど、もしかしてこの堆積場に入れてしまうと、前の動画でもやったんだけど、普通の、あ、アルファルファだね。大丈夫ですね。最初ね、ここね、ホールクロープサイレージ。なんですよ。この WCS っていうのはホールクロープサイレージで、このホールクロープサイレージって普通の芝からね、作るサイレージなので、ここに入れてしまうと、このストックの中にね、ベールストックの中に入れてしまうと、これに変わってしまうのかなってちょっと思ったんで、それでちょっと試しにね、15個ぐらい入れて、残りのやつを向こう側のね、外にね、堆積しといたんですよ。大丈夫そうですね。なんかちゃんとサイレージアルファルファーなってますもんね。大丈夫ですね。
ことで、向こうのやつも後でね、こっちにね、堆積しようと思います。ウニモグをね、入れ替えたんで、こっちのウニモグはね、トレーラーを引っ張れないので、あと引っ張れないというか、あのドーリーをつけないとね、あのトレーラーヘッドで引っ張るとやっぱ引っ張れないので、ドーリーをね、借りました。開始いっちゃって、で我は先にショップへ行きます。来た、いいですね、ベンツのヘッドですよ。買ってもよかったんですけどね、1台ぐらいね。かっこいいね。ああ、開いてない開いてない開いてない。いいですね。オッケー、こんな感じですか。そしたらまずはこいつをここに置いて、いけるかなこれ、ちょっと試しにやってみよっか。いや、自動でね、戻ってもらいたいんだけど、長さが長さなんでね、行くかなと思って。大丈夫？あ、うまいもんだね。うまいもんだね。よし、オッケー。じゃあ頼むぜ。でけいね、やっぱりね。この、でかすぎるわ、この、家畜運搬車。50何頭だっけ？危ない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 。もう後ろ来ちゃった。来てるね。じゃあ、解除。それではね、牛を出していこうと思います。うわ、でかくて乗りづら。しかもドーリーだからか。ちょっとね、牛がね、死んじゃうかもしんないんだよね、やってる間にね。だから早急にやらないとならないっていうね。よし、はい、いくよー。よし、いっぱいですね、確認。うう、めっちゃ入ってる。引っ越しです。ちょっとこの隣の畑に入れとくかな。あー、そっか、アホや。はい、2台目。はい、ここに。うわ、入った入った。すごいことになってますよ。牛の牛舎建て替えお引越し大作戦ということでね、言いましょう。でもってこっからですよ、ガレージ。まずこれね、これを、あ、これを壊すか、まずこれを売ります。次にこれ売ります。15万、いいですね、十分に金はできた。そしてあとね、スラリーヤード一回撤去します。これね、こんな感じか。ここにさ、立てたいんですよ、こういう感じでね。これでいいかな。立てたいと思います。立てますよ。ドン、きた、でかすぎね。あ、いや、作っちゃったよ、また600リッター、600頭牛舎を。ですね、ここね、ここから今牛を入れます。いいですね、
でかいよ。建て替えちゃった。こっちの世界でも。行くぜ。はい。ここに。おっしゃ、終了。これで OK ですね。100と移りましたね。はい、それではですね、餌をね、入れていきたいと思います。餌を入れるんだが、この外側のここでね、入ったと思うんだよな。ここね。どう？入った、入った、入った、ここで入る。はい。入りましたね。あ、結構入るね。おお、ほぼほぼ入っちゃった。あれ？水が入らないね。大丈夫？水入ってないけど。大丈夫なのだろうか。まあ、いっか。ウォーターポンプ機能してないのかな。まあ、ちょっと様子見ましょう。もしかしたら、もうちょっとしたら入るのかもしれない。よっしゃ、一応引っ越しは完了しました。なんか敷地内、岸って感じだよね。あ、水入ったね。よかったよかった。ちょっとタイミングがずれるんですね。やっぱね、水はね、設置してからね。いいですね。OK。では、そうだな。餌が足りなくなってきてるんで、お金もないんですよね。ただ、スラリーヤードを作らなきゃなんないんで、スラリーヤードをどこに作るかだよね。こっち側の敷地がもうめっちゃ狭くなってきちゃってるから。ここか。やっぱり。場所的にもうちょっとこっちへずらして。立ててみます。いきまーす。じゃん。ちょっとね、やっぱ盛り上がったよね。そういうことして。こっち側のレベルに合わせたから、ここが少し狭くなって盛り上がったと。盛り上がりました。ちょっとこの辺ちょっと整地かけますか。うん、ちょっとって感じでね、整地かけてみますよ。はい、応援開始します。どうでしょう、こんな感じで。結局この裏をどうするか今後考えましょう。まあ敷地が狭くなってきたんでね、ここもなんか建物の位置にしてもいいかなとちょっと思いますが、あまりやると畑が狭くなるから。はい、それではですね、今回はこんな感じでね、新しく牛舎をね建て替えて、今までのデフォルトでね設置されていた200頭牛舎をですね、撤去しまして、以前使ってたですね、こちらの600頭のね大型の牛舎にね建て替えました。はい、これからですね、牛の方をね少しずつね増やしていきたいなと思います。まあ、それに伴ってね、スラリーヤードの方もねちょっとね、あのバイオガスプラントの向こう側に移動しました。そんな感じで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。コメント欄の方にはですね、コメント、質問、あとは自分が使っているですね機械だとか施設に関してのね問い合わせ等ありましたらね、お気軽にお書きくださいということで、それではまたです。